岡本木道作、雲の夢。一、江住傍人は語る。私は当年七十八歳で、嘉永三年犬年の生まれでございますから、これからお話をする文久三年は、私が十四の年でございます。昔の人間は、 ませていたなどと皆さんはよくおっしゃいますが、それでも重視ではまだ小娘でございますから、何もかもわかっているというわけには参りません。このお話も、後に母などから聞かされたことを取り混ぜて申し上げるのですから、そのつもりでお聞きください。年寄りのお話は、とかくに前置きが長いので、 お若い方々はじれったくおぼしめすかもしれませんが、まずお話の順序として、私の一家と親類のことを少しばかり申し上げておかなければなりません。私はその頃、四津屋の石切横丁に住んでいました。天皇様のそばでございます。父は五年以前に没しまして、母と私は、 横丁に下田屋暮らしをしていました。別に財産というほどのものもないのでございますが、上ゆい床の株を持っていまして、それから毎月三部ほど上がるとかいうことで、その他におじの方から母の小遣いとして一部ずつ仕送ってくれますので、合わせて毎月小一両、それだけあればその時代には、 女二人の暮らしに困るようなことはなかったのでございます。兄は十九で、京橋の保定屋という大きい呉服屋さんへ方向に出ていまして、その年季の明けるのを母は楽しみにしていたのでございます。おじは父の弟で、私の母よりも五つの年上で、その頃四十一の前役だと聞いていました。 名は玄造と言いまして、やはり四つ屋通りの天馬町に、会津屋という刀屋の店を出していましたので、私の家とは近所でもあり、方々して私の家の貢献というようなことになっていました。おじの女房、すなわち私のおばにあたります人は、おまんと言いまして、その夫婦の間に、おさだ、およしという娘がありまして、 姉が十八、妹が十六でございました。これでまず、両方の戸籍調べも相済みまして、さてこれから本門でございます。前にも申し上げました通り、文久三年、この年の二月十三日には、十四代将軍がご上落になりまして、六月の十六日にご帰乗になりました。 そのお留守中と申すので、どこのお祭りも皆失踪に済ませることになりまして、六月のお祭り好きにも、麹町の三皇様は延期、赤坂の氷川様もおみこしが渡っただけで、出汁も踊り屋台も見合わせ。私の近所の天皇様は、二十日過ぎになってお祭りをいたしましたが、そういうわけですから、うじこの町内も、 のきじょうちんぐらいのことで、別に何の催しもございませんでした。年のゆかない私どもには、それが大変寂しいように思われましたが、これもご時節で仕方もございません。その6月の26日と覚えています。そのころ私は、近所の裁縫のお師匠さんへ通っていましたので、お昼ごろに帰ってきまして、 ちょうど自分のうちの横丁へ入りかかりますと、うちから二三軒手前のところに、男と女が立っていまして、男は私のうちを指さし、女に何か小声で話しているらしいのでございます。なんだかおかしいと思ってよく見ると、その男はいず屋のおじで、女は二十二三ぐらいの粋なみなり。 どうも、仇の人とは見えないのでした。おじさんがあんな女を連れてきて、私の家を指して何の話をしているのかといよいよ不思議に思いながらだんだんに近寄っていきますと、おじは私の足音に気がついて、こっちを急に振り向きましたが、そのまま黙って女と一緒に向こうの方へ行ってしまいました。今、 おじさんはうちへ帰ってその話をすると母も妙な顔をしていました。そうかえおじさんがそんな女と一緒にうちへは寄っていかなかったよ。じゃあおっかさんは知らないのちっとも知らなかったよ。話はそれぎりでしたが。 その時に母は妙な顔をしたばかりでなく、だんだんに曇ったような嫌な顔に変わっていくのが私の目につきました。しかし母は何にも言わず、私もその上の詮議もしませんでした。旧暦の六月末はもう土曜のうちですから、どこのお稽古もお昼切りで、私もお隣のうちから借りてきた草草蔵紙などを読んで、 半日を暮らしてしまいました。夕方になって、表へ水をまいたりして、それから近所の銭湯へ行って帰ってくると、表はもう薄暗くなって、男の子供たちが泥だらけのわらじを放りながら、横丁でコウモリを追い回していました。粗相かいたずらか、時々にそのわらじが私どもの顔へも飛んできますので、 私はなるべく往来の端の方を通って、路地の口から裏口へ回りますと、表でさえも暗いのに、うちの中にはまだ明かりもつけていないらしく、そこらにはやぶかのうなる声がしきりに聞こえます。おや、おっかさんはいないのかしらそう思いながら台所から上がりかかると、狭い庭に向かった横六畳の座敷に、 女の話し声が聞こえます。それは確かに会津屋のおばの声で、なんだか泣いているらしいので、私は思わず立ち止まりました。おばが話しているようでは、母もうちにいるにそういありません。二人は何かの話に気を取られて、安度をつけるのも忘れて、暗い中で小声で話しているのを見ると、これはどうもただごとではあるまいと、 年の行かない私も、うかつに入るのを遠慮しました。そうして、おへっついのそばに小さくなって、奥の様子を伺っていますと、もともと狭いうちですから、奥といっても鼻の先で、二人の話し声はよく聞き取れます。おばは小声で何か言いながら、すすり泣きをしているようです。母もため息をついているようです。 どう考えてもただごとではないと思うと、私もなんだか悲しくなりました。そのうちに話も大抵済んだと見えて、おばは思い出したように言いました。まー、あ、ちゃん、まだ帰らないのかしらまー、あ、ちゃんというのは私の名で、おまさというのでございます。それをきっかけに顔を出そうか出すまいかと考えていますと、 おやいつの間にかすっかり夜になってしまってどうもお邪魔をしました本当に明かりもつけないでと母も入り口へ送って出るようですその間に私は茶の間に入って暗道をつけましたおばは格子を開けて出てゆく母は引っ返してきて 私がいつの間にか帰ってきているのに少し驚いているようでした。お前、おばさんの話を聞いていたかえ声は聞こえても何を話しているのかわかりませんでした。私は正直に答えたのですが、母はまだ疑っているようでした。そうして、たとえ少しでも立ち聞きをされたものを、 生地に隠したてをするのは帰ってよくないと思ったらしく、小声でこんなことを言い出しました。お前もうすうす聞いたらしいけど、おばさんのうちにも困ることがあるんだよ。それはおばさんの泣き声で大抵は推量していましたが、その事件の内容はちっとも知らないのでございます。私は黙って母の顔を眺めていますと、 母は小声でまた話し続けました。私もそのことはうすうす聞いていたけれど、おじさんはこのごろ、何か悪い道楽を始めたらしいんだよ。商いの方はそっちのけにして、夜も昼もどこへか出歩いている。この説は世間が騒々しくなって、刀屋の商売はどこの店も目が回るほど忙しいというさなかに、 商売事は奉公人任せで、主人は朝から晩まで遊び歩いていちゃしょうがないじゃないか。遊び歩くという以上、どうでろくなことはしないに決まっているし、おじさんはずいぶんお金を使うそうで、おばさんは大変に心配しているんだよ。どこへ遊びに行くんでしょうと私は聞きました。 どうも新宿の方へ行くらしいんだよ。母は思い出したように昼間の女のことを詳しく聞き返しました。その女は新宿の芸者か何かで、おじはそれに引っかかっているのだろうと母は推量しているらしいのです。私も大方そんなことだろうと思いました。商きないを売っちゃっておいて毎日遊び歩いてお金を使って、 おじさんのうちはどうなるだろう。そんなことを考えると、わたくしはいよいよ心細いような、かなしいような心持ちになりました。ふうちゃんもまだ若いからねえ。と、母は独り言のように言って、またため息をつきました。ふうちゃんというのは、わたくしの兄のふさたろうのことで、前にもうスすとおり、 まだ十九で奉公中の身の上でございます。何につけても頼りにするのは会津屋のおじ一人。そのおじがそういう始末では全く心細くなってしまいます。母がため息をつくのも無理はありません。私も涙ぐまれてきました。それにね、と母はまた囁ささきました。おじさんはこのごろ、 妙に気が荒くなって、うち中のものをむやみに叱り散らして、おばさんが何か言うと頭から怒鳴りつけて、まるで気でも違ったような風で、あれが高じたら、しまいにはどうなるだろうと、おばさんはそれも心配しているんだよ。まあ、と言ったばかりで、私はいよいよ情けなくなりました。広い世間から見ますれば、 アイズやという刀や一件が倒れようが起きようが、またその亭主が死のうが生きようが、もちろん何でもないことでございましょうが、今の私どもにとりましては、実に一大事でございます。蚊が出たね。母が気がついたように言いました。私はさっきから気がつかないでもなかったのですが、話の方に屈託して、 ついそのままになっていたのでございます。ただいまと違ってその頃の山の手は大変日が暮れるとたくさんの蚊が群がってきまして、鼻や口へもバラバラ飛び込みます。母に催促されて、私は慌てて縁側へ土焼きの豚を持ち出して、いつものように飼い節に取りかかりましたが、その煙が今夜はとりわけて、 目に染みるように思われました。二。会津屋の娘のおさだとおよしは、私の稽古包廃で、同じ裁縫のお師匠さんへ通っているのでございます。いとこ同士でもあり、稽古包廃ですから、普段から仲のいいのはもちろんで、おじさんがそんな風では、私たちばかりでなく、 さあちゃんやおよっちゃんもさぞ困るだろうなどと考えると、私は本当に悲しくなりました。こういう時の心持ちは、悲しいとか情けないとかいうより他に申し上げようはございません。どうぞお察しを願います。あくる日、お稽古に参りますと、おさだとおよしの兄弟はいつもの通りに来ていました。 気をつけてみますと、私の気のせいか、兄弟ともになんだか暗いような涙ぐんだような顔をしています。昨夜のことについてもっと詳しく聞いてみたいような気もしましたけれど、他にも稽古勾配が五六人座っているのですから、うかつなことも言えません。お稽古が済んで途中まで一緒に帰ってくると、おさだが歩きながら、 私に聞きました。うちのおっかさんが、ゆうべお前さんのとこへ行ったでしょ。ええ、来てよ。どんな話をして正直に言えばよかったのでしょうが、私はなんだか言いそびれて、おばさんは私がお湯に行っている留守に来たのだから、どんな話をしたのかよく知らないと、いいかげんにごまかしてしまいました。 おさだは黙ってうなずいていましたが、その苦労ありそうな顔は、私にもよくわかりました。やがて横丁の角へ来たので、そこで別れて二三軒ほど歩き出しますと、おさだは引っ返して、私の後を追ってきました。そうして、私の耳の旗へ口を寄せるようにして、小声に少し力を込めて言いました。およっちゃんと、 よくしてちょうだいよ「そう言ったかと思うと足早にまた引っ返していってしまいました。何のわけだかわかりません。今日に限っておさだがなぜわざわざそんなことを言ったのか私も少しおかしく思いました。およっちゃんというのは妹のおよしのことで私の兄とは3つ違いでございまして。 いとこ同士の十円で、ゆくゆくは兄と一緒にするという相談が、双方の親たちの間に結ばれていることを、私もうすうす承知していましたから、私に向かっておよっちゃんと仲良くしてくれというのは分かっています。しかし、今更思い出したように、往来の真ん中で出し抜けにそんなことを言ったのは、どういう了見か。 年の行かない私には飲み込めませんでしたが、それでも深くも気に留めないで、そのまま自分の家へ帰りました。もちろん母にもそんな話はしませんでした。その日は随分暑かったのを覚えています。あんまり蒸すから、今に夕立ちでも降るかもしれないと母が言っていますと、果たして七つ半。 ただいまの午後5時でございます。その頃から空が曇ってきました。西の方角で遠い雷の音が聞こえました。私も雷が嫌いですが、母はなおさら嫌いで、雷様が鳴り出したが最後、顔の色を変えて半病人のようになってしまうのでございます。空は曇ってくる。雷は鳴ってくる。母の顔色は、 だだんわだたんくしもかねて心えていますから、かやをつる、おせんこうのしたくをする、それからうらのあきちへでて、ほしものをかたづける。そのうちに、おおつぶの雨がふってくる、いなびかりがする。あわててあまどをくりだしているまに、母はかやのなかへにげこんでしまいました。いや、こんなことをくわしく申し上げていてはながくなります。 とにかくそれから半時あまりは雨と雷と稲光とが続いて私もしまいには母の蚊帳の中へ潜り込むような始末でございました横丁の中ほどにある大きい胃腸に雷が落ちた時には私も気が遠くなるくらいに驚かされましたその夕立もようやく通り過ぎて夕日の光が薄く漏れてきたので 母も私も生き返ったように元気が出て、かやを外したり、雨戸を開けたりしていると、どこのうちでも同じことで、雨戸を開ける音や、人の話し声や、往来を歩く足音や、それらが一緒になって、世間は夜が明けたように賑やかになりました。さっきの雷様は一つ、どこか近所へお下がりなすったにそういないよ。 母は言いました。そうでしょうね。そんなことを話し合っているうちに、表はいよいよ騒がしくなって、大勢の人が駆けていく足音が聞こえます。そうして、女だとか、若い女だとかいう声が聞こえます。何事が起こったのかと私も表へ出てみると、横丁の中ほどにある胃腸の周りに大勢の人が集まっているので、 雷はあそこへ落ちたのだろうと思いましたが、若い女だというのが分かりません。もしや誰かが雷に撃たれたのかと、怖いものを見たさにかけていきますと、案の通り、そこには若い女が倒れているのでございます。女は雨宿りをするつもりで胃腸の下へ駆け込んだのか、それともちょうど胃腸の下を通りかかったのか、 いずれにしても、その木に雷が落ちたために、女も撃たれて死んだらしいのです。雷に撃たれて死んだ人を生まれてから初めて見て、私は思わずぞっとしましたが、もう一つ驚かされたのは、倒れている女の右の腕あたりに、かなり大きい一匹の青い蛇が長くなって死んでいることでした。 そこらにいた人たちの話では、その蛇は胃蝶のうつろの中に住んでいたものだろうということで、もちろんその女に関係はないのでしょうが、何しろ若い女が髪を振り乱して倒れている。その腕のあたりに長い蛇が死んでいるというわけですから、私はまたぞっとしました。それだけで逃げて帰ればよろしいのですが、 ただいまももうストーリーに、怖いもの見たさで、私はこわごわながらそっと覗いてみると、その女の顔には見覚えがあります。年のころは二十二三の粋な女。昨日のお昼ごろ、おじと一緒に私のうちの前に立っていた女。着物は変わっていましたけれど、確かにそれにそういないので、 私はにわかに体中が冷たくなって、手も足もすくんでしまうように思われました。どこの何という人か知りませんけれど、ともかくもおじと連れ立って昨日ここへ来た女が、今日もまたここへ来て、しかも雷に打たれて死んだということが、私にとっては不思議なような、恐ろしいような、何かの因縁があるような、 一種の言うに言われない不気味さを感じたのでございます。こう申すと皆さんは定めてお笑いになるかもしれませんが、私はその時全く怖かったのでございます。死骸の周りには大勢の人が集まっていましたが、ただガヤガヤと騒いでいるばかりで、その女がどこの誰だか知っているものはないようでございます。 自信番からも人が来て、ご検視を願うのだとか言っていました。おじのところへ知らせてやれば、おそらく身元はわかるだろうと思うのですけれど、うっかりしたことを言っていいか悪いかわかりませんから、私は急いでうちへ帰ってきて、母にその話をしますと、母も顔をしかめて考えていましたが、そんなことにかかり合うと面倒だから、 決して何にも言ってはならないと戒しめました。それでもなんだか気にかかると見えて母はまた考えながら立ち上がりました。お前、見違いじゃあるまいね。確かに昨日の女だろうね。ええ、確かに昨日の人でした。と私は受け合うように言いました。それじゃあ、会津屋へ行って、 おじさんにそっと耳打ちをしてこようかね母は思い切って出て行きました。そのうちに日も暮れてしまって、例の飼い節の時刻になりましたが、私は今夜もぼんやりして、ただ座ったままでその女のことばかりを考えていました。雷に打たれて死んだのですから、別におじの迷惑になるようなこともあるまいとは思うのですが。 ともかくも、おじの知っている人が返死を遂げたということだけでも、決していい心持ちはいたしません。その女は、夕立ちのさなかに、なんでこの横丁へ来たのだろう。もしや私のうちへ訪ねてくる途中ではなかったか。そうすると、私のうちののも地震番へ呼び出されて、何かのお調べを受けはしまいかなどと、 それからそれへといろいろのことを考えていよいよ嫌な心持ちになっているところへ母が慌ただしく帰ってきました。まー、あ、ちゃん私を呼ぶ声がふだんと変わっているのでなんだかぎょっとして振り返ると母は息をはずませながら小声で言い聞かせました。あいずやのさあちゃんがどこへか行ってしまったとさあら さーちゃんがどうして私もびっくりしました。三。母の話はこういうのでございます。会津屋の姉・長田は今日のお昼ごろに妹と一緒にお稽古から帰ってお昼のごはんを食べてしまって それから近所の糸屋へ糸を買いに行くと言って出たままで帰ってこない。うちでも不審に思って糸屋へ聞き合わせにやると長田は今朝から一度も買い物に来ないという。いよいよ不思議に思って妹のおよしのお友達のところを二三軒訪ねて歩いたのですが長田はやはりどこへも姿を見せないというのです。 おじは例の通りに朝からうちを出たぎりですから、おばひとりがしきりに心配しているうちに、夕立ちが降ってくる、雷が鳴るというわけで、母も妹も不安がますます大きくなるばかり。そのうちに夕立ちもやんだので、夕のご飯を食べてから、おばはその相談ながら私のうちへ来るつもりであったそうでございます。 そこへこちらから訪ねて行ったので、まあちょうどよいところへといったようなわけで、おばは母に向かって早速にその話を始めたのです。こちらから話そうと思って出かけたところを、あべこべに向こうから話しかけられて、母も少し面食らったそうでございます。長田の家出にも驚かされましたが、こちらも話すだけのことは話さなければなりませんので、 母もかの女のことを話し出しますと、おばも不思議そうな顔をして聞いていました。そんな女については一向に心当たりがないと言ったそうで、何しろこのごろのおじのことですから、どこにどういう知人ができているのか、おばにも見当がつかないらしいのでございます。一方には、会津屋の娘が家出をする。 一方にはおじにかかり合いのあるらしい女が雷に打たれている。この二つの事件がまるで別々であるのか、それともその間に何かの縁を引いているのか、それも一切わからないので、おばも母もなんだか夢のような心持ちで、ただため息をついているばかりでしたが、一方の女のことはともかくも、娘の家で、 多分そうだろうと思われるのですが、この方はそのままにしておくことはできませんから、店の者のにも言いつけて、それぞれに手分けをして、心当たりを探させることにしたというのでございます。半日ぐらい帰らないからと言って、こんなに騒ぐのもおかしいとおぼしめすかもしれませんが、その頃の仇のうちの娘は、誰にも断りなしに遠いところへ行くことはありません。 たとい近所へ行くにしても必ず断って出るはずですから、小半日もその行方が知れないとなれば、人騒ぎでございます。まして今年十八という年頃の娘ですから、なおさらのことで、誰かと駆け落ちでもしたか、誰かにかどわかされたか、何しろただごとではあるまいと思うのが普通の人情でございます。 おばが心配するのも無理はありません。いつまでおばと向かい合ってため息をついていても果てしがないので、母はまた来るからと言って一旦帰ってきたのでございます。その話をしてしまって、母は私に聞きました。さあちゃんはどこかの若い人と仲良くしていたかしら。お前知らないかえそんなことは、 あたし知りませんわ。本当に知らないかい幾たび念を押されても、私は全く知らないのでございます。おさだがよその若い男と心安くしているなどというのは、今まで一度も見たこともなし、そんな噂を聞いたこともありません。さっきの夕立ちのさなかに、おさだはどこにどうしていたのでしょう。それを思うと、 私はまたむやみに悲しくなりました。母はまたこんなことをささやきました。今帰る途中で聞いたらばさっきの死骸は地震場へ運んでいったがまだご犬死がすまないそうだよ。どこの人でしょうね。それはわからないけれどもお前決してうっかりしたことを言っちゃいけないよ。 誰に聞かれても黙っているんだよ。おじさんと一緒に歩いていたなんぞと、ひっちゃいけないよ。と、母は繰り返して口止めをしました。うっかりしたことを言って、それがとんでもないかかり合いになって、町奉行所のしらすへたびたび呼び出されるようなことがあっては大変ですから、母は固く口止めをするのでございます。幾度も同じことを申すようですが、 全くその時の私は、怖いような悲しいような、何とも言えない心持ちでございました。五つ、午後八時過ぎになって、母は再び会津屋へ出て行きましたが、長田の行方はやはり知れません。叔父も帰ってこないのでございます。と言って、私どもがどうすることもできないのですから。 母も私も心配しながら、その晩は遅く寝床に入りました。夕立ちの後はよほど涼しくなったのでございますが、二人ながらおちおち眠られませんでした。寝苦しい一夜を明かすと、明日は晴れていて、朝から暑くなりました。雷に打たれた胃腸の木は、大きい枝を半分折られたのですが、 その幹にはセミが飛んできて、ゆうべのことなんぞは何にも知らないように、朝から騒々しく泣いていました。裏の井戸へ水をくみに出ると、近所の娘やおかみさんが二三人集まって、ゆうべの女の噂で賑わっていました。その中で、仕事しのおかみさんがその後のなりゆきを一番よく知っていて、みんなに話して聞かせました。 あの女は、酔い立つという遊び人の娘で、去年まで新宿の芸者をしていたんですとさ。それが大宮という七夜の旦那の世話になって、今では商売をやめてうちにぶらぶらしていたんだそうです。お父さんは遊び人で、土地でも相当に顔が売れていた男なんですが、五六年前から酔い酔いになってしまって、この頃では草履を履いて杖をついて、 ようよう近所を歩くくらいのことしかできなくなったので、世間では酔い立つと言ってるんです。それでも娘がいい旦那を捕まえているので、まあ楽隠居のようなわけだったのですが、その金箱が不意にこんなことになってしまっては、お父さんもさぞ力を落としているでしょうよ。若い時から随分人を泣かせているから、 年をとってこうなるのは当たり前だなんぞという人もありますけれど、何しろ自分は酔い酔いになって、稼ぎ人の娘に死なれたのですから、全く気の毒ですよ。娘の名ですか娘はお春はと言って、芸者に出ている時は小春と言っていたそうです。小春が自閉と心中しないで、青大将をメイドの道連れじゃ、あんまりかわいそうじゃありませんか。 おかみさんは人ごとだと思って笑いながら話していましたが、私はその一言一句を聞き外すまいと一生懸命に耳を引っ立てていました。人の噂ですから確かなことはわかりませんがね、とおかみさんはまた言いました。何でもそのお春という女には内緒の色男があって、昨日もそこへ会いに行く途中で、 あんんななこととになったらしい,というんですよ「それじゃあその男というのがこの辺にいるんでしょうか?」と隣の酒缶屋の娘が聞きました。「おおかたそうでしょうよ。うっかり出てくると面倒だと思って知らん顔して引っ込んでいるんでしょうがそんな不人情なことをすると女の恨みが恐ろしいじゃありませんか。 女の思いが蛇と一緒になって取りつかれた日にゃ、大抵の男も参ってしまいまさね。と、おかみさんはまた笑いました。うちへ入って私は母にそっと話しますと、母は考えていました。それにしても、まさかにおじさんがその相手じゃあるまい。そうでしょうね。 そりゃあ男のことだから何とも言えないけれど、おじさんは四十一で親子ほども年が違うんだからねえ。と、母はあくまでもそれを信じないような口ぶりでした。おじがその女の相手であるかないかは別として、ともかくもおじがその女を知っているのは事実ですから、おじが帰ってくれば おそらく詳しいこともわかるだろうと思われました。母は今朝もあい津屋へ出かけて行きましたが、おじもおさだもやはりおとさたなしだというのでございます。母と入れ替わって、私も見舞いながらあい津屋へ行きますと、おばはいろいろの苦労で、ゆうべはまんじりともしなかったということで、気抜けがしたようにただぼんやりしていました。 気の毒とも何とも言いようがありません。妹のおよしはお稽古を休んで、今日はうちにいました。どなたも大抵お気づきになっていることと存じますが、昨日、長田が私と別れるときに、およっちゃんと仲良くしてくれと言いました。それからうちへ帰って、間もなくどこへか行ってしまったのですから、覚悟の上の家出ではないかと思われます。 私がなぜそれを母に漏らさないかと言いますと、おさだが家出をした後でうかつにそんなことを言い出すと、そんなことがあったらばなぜ早く私に言わないのかと母に叱られるのが恐ろしいので、夕べはもちろん今朝になっても黙っていたのではございますが、こうしていず屋の店へ来て、おばや店の人たちの苦労ありそうな顔を見ていますと、 私ももう黙ってはいられないような気になりました。それでもおばに向かっては言い出しにくいので、帰る時におよしを表へ呼び出して、小声でそのことを話しますと、およしは案外平気な顔をしていました。私知っているわ。姉さんはふーちゃんと一緒にどっかに隠れているのよ。私はまたびっりた。 びっくりしましまた兄の房太郎は奉公中の身の上でございます。それがおじの娘を誘い出してどこにか隠れているそんなことのあろうはずがありません。およしがなぜそんなことを言うのかと私はあきれてその顔を眺めていますとおよしの目はいつか潤んできました。ねえさんあんまりだわ。 前にも申すとおり長田は僧侶ですから婿を取らなければなりません。そこで妹娘のおよしを兄の房太郎に埋め合わせるというち約束になっていることは私もうすうす知っています。その妹の男を姉が横取りして一緒にどこへか姿を隠したとすれば妹のおよしが恨むのも無理はありません。 しかし、おさだはそんな人間でしょうか。兄はそんな人間でしょうか。私にはどうしても本当のこととは思われませんので、いろいろにその思才を宣言してみましたが、およしも確かな証拠を握っているのではないらしいのです。それでもきっとそれにそういないと、涙をこぼして悔しがっているのです。嘘か本当か。 何しろこうなってはうかうかしていられないので、私は急いで家へ帰って母にそれを訴えますと、母も顔の色を変えました。万一それが本当ならば、おさだばかりのことではなく、兄もおなをしくじるのは知れていますから、母はすぐに支度をして、京橋の店へそのジップを正しに行くことになりまして、慌てて着物を着替えているうちに、 にわかに持病が起こりました。母の持病は尺でございます。このごろの暑さでいくらか弱っていたところへ、昨日からいろいろの心配が続きまして、昨べもろくろく眠らないうえに、今はまたとんでもないことを聞かされたので、持病の尺が急に取りつめてきたのでございます。持病ですから、私も慣れてはいますが、それでもうっちゃってはおかれませんので、 近所のハリーさんを呼んできて、いつものように針を打ってもらいますと、まずいいあんばいに落ち着きましたが、母の癖で尺を起こしますと、小半日は起きられないのでございます。あいにくだね母はじれて無理にも起きようとしますが、日ざかりに出ていって、また途中で倒れでもしては大変ですから。 いろいろになだめて、掛けのできるまで寝かしておきまして、やがて七つ半を過ぎた頃から出してやりました。まだ不安心ですから、かごを頼もうかと言いましたが、母はもう大丈夫だと歩いて出ていきました。私が一人で留守番をするのは、今に始まったことではありませんが、今日はなんだか心寂しくてなりませんでした。 日が暮れきってから、会津屋のおばが青い顔をして訪ねてきまして、おじもおさだもまだ行方が知れない、おい,わいなりのおみくじを取ってみたらば、京都出たということでした。おっかさんはどこへその返事には私も少し困りました。兄のことで京橋へ出て行ったと、正直に話すわけにもゆかないので、 芝の方に良い占い者があるので、そこへ見てもらいに行ったと、いい加減の嘘をついておきました。それも私の知恵ではございません。もし会津屋から誰かが来たらば、まずそう言っておけと母から教えられていたのでございます。それでも知らぬが仏というのでございましょう。おばは気の毒そうにため息をついていました。 みんなに心配をかけてすまないね。おばもこれから市ヶ谷の方の占い者のところへ行くと言って帰りました。今夜も暑い晩で、近所のうちでは表へ縁台を出して涼んでいるらしく、方々で賑やかな笑い声も聞こえますが、私は泣き出したいくらいに気が沈んで、角たへ出ようともしませんでした。 女の足で京橋まで行ったのですから、ひまどれるのはわかっていますが、母の帰ってくるのがむやみに待たれます。そこへ、会津屋の力士という小僧が訪ねてきました。おかみさんはこちらへ来ていませんかさっき見えたんですけれど、これから市ヶ谷の占い者のところへ行くと言って帰りましたよ。 私は正直に答えました。そうして、おかみさんに何か用があるのええ。と利吉は少し考えながら言い,いました。実は、およっちゃんが、およっちゃんがどうしてと私はドッキリとしました。おかみさんが出ると、すぐ後から出て行って、未だに帰ってこないんです。 およしも家出をしたのでしょうか。私は驚くのを通り越して、呆れてしまいました。四。この場合ですから、会津屋でもむやみに騒ぐのでしょうが、およしはまだ本当に家出したかどうだか分かったものではないと、力士の帰った後で私は考え直しました。そう思ってもなんだか不安心で、 母の帰るのをいよいよ待っていますと。五つ、午後八時をよほど過ぎた頃に母は汗を拭きながら帰ってきました。それでもほっとしたような顔をして笑いながら話しました。およっちゃんは人騒がせに何を言ったんだろう。ふーちゃんは京橋のお棚にちゃんと勤めているんだよ。私もまずほっとしました。 それからいろいろ聞いてみたけれど、あの子は全く何にも知らないんだよ。およっちゃんももう十六だから、何か焼き餅を焼いて、そんなつまらないことを言ったんだろうが。と、母はあざけるようにまた笑いました。人騒がせでも何でもかまわない。それが嘘でまあまあよかったよ。もし本当だった日には、それこそ実に大変だからね。 母は安心したと見えて、暑いのも疲れたのも忘れたように、馬鹿に機嫌がいいのでございます。それをまた驚かすのも気の毒でしたけれども、所詮黙ってはいられないことですから、おばが訪ねてきたことと、およしが家出をしたらしいことを逐一に話して聞かせますと、母は、まあ、と言ったばかりで、せっかくの笑い顔が、 またにわかに曇ってしまいました。困ったねえ。まな何しろ言ってみよう。くたびれ足を引きずって母はすぐに会津屋へ出かけていきました。昨日から今日にかけて新宿の女が来に打たれる会津屋の兄弟の娘が家出をするおじはどうしているのかわからない。 よくもいろいろのことがそれからそれへと続くものだと思うと、もしや夢でも見ているのではないか、夢ならば早く覚めてくれればいいと祈っていました。しばらくして母が帰ってきまして、およしはまだ帰ってこない、どうも家出をしたらしいというのでございます。おばさんはどうしておばさんは市ヶ谷から帰ってきたけれど、 いよいよぼんやりしてしまって、本当に気の毒でならない。今度はおばさんが気でも違いやしないかと思うと心配だよ。この上におばが気違いにでもなったらば、いず屋は闇です。母もいくらか捨て鉢になったと見えて、ため息をつきながらこんなことを言い出しました。ああ、いくら気をもんだって仕方がない。 こんなことになるのも何かの因縁だろうよ。まったく何かの因縁とでも諦めるのほかはありません。しかしそう諦めなければならないというのがいかにも悲しいことでございます。およしが帰ればすぐに知らせてくるはずになっているので、表を通る足音ももしやそれかと待ちくらしていましたが、 あから何の知らせもありませんのした母も私も心配しながら寝床に入りましたが、ゆうべもよく眠られませんでしたので、年のゆかない私は枕につくと正体もなしに寝入ってしまいました。明くる朝になって聞きますと、母はゆうべもよく寝つかれなかったそうでございます。朝のごはんを食べてしまうと、 私は会津屋へ行きました。今日も朝から照りつくような暑さで、私は日傘を持って出ました。天満町の大通りへ出て、ふと見ますと、会津屋の前には大勢の人立ちがしているので、なんとはなしにはっとして、急いで店先へかけて行きますと、そこには一丁のかごがおろしてありまして、一人の男が、 杖をそばに置いて店先に腰掛けています。その人相や様子が昨日聞いた新宿の酔いたつではないかと思いながら、人混みの間からそっと覗いていますと、その男はもう五十以上でございましょう。なんだか下の回らないような口調で怒鳴っているのでございます。さあ、俺をどうしてくれるのだ この年になって、こんな体になって、大事の稼ぎ人を殺されてしまって、明日から生きていくことができねえ。全くよいよいにそうやりません。炉列の回らない口でこんなことをしきりに繰り返して怒鳴っているので、店の者はみんな困っているようでした。そのうちに誰かが呼んできたのでしょう。 町内の頭が来まして、何かいろいろになだめて、かごやにもいくらかの修儀をやって、管を巻いているその男を無理に押し込むようにかごに乗せて、ようのことで追い返してしまいました。頭はまだそこに腰をかけて、店の者と何か話しているようでしたが、私は奥へ通っておばに会いますと、おばの顔は昨日に比べると、 またにわかにやつれたように見えました。まー、あ、ちゃん、お前さんにまで心配をかけてすみませんね。おじさんは帰ってこないし、さーちゃんも行方が知れないし、おまけにあんな奴が怒鳴り込んでくるし、あたしももうどうしていいかわからないんだよ。あの人はどこの人ですあれは新宿の酔い立つというんだとさ。 よいよいの言うことだからよくわからないけれど、うちのおじさんがその娘のお春というのを引っ張り出して、それがためにお春が石切横丁で雷に打たれて死んだというので、ここのうちへ文句を言いに来たんだが、私は何にも知らないことだし、相手が雷様じゃどうにもならないじゃないか。そうですね。たとえおじさんが引っ張り出したにしても、 いに打たれたのは災難じゃないか。自分たちの身状が悪いから、チが当たったのさ。と、おばはののしるように言いました。おじさんが娘を引っ張り出したのか、あいつらがおじさんを引っ張り出したのかわかるものかねその剣幕があまり激しいので、私は怖くなりました。なるほど、母の言う通り、 おばはきちがいにでもなるのではないかと思うと、なんだかきみがわるくなって、にげるようにそうそうかえってきました。それからみっかばかりすぎました。そのあいだに母はまいにちにさんどずつあいずやをたずねていましたが、おじもおさだきょうだいもやはりすがたをみせないのでございます。こんにちで申せば ヒステリーとでも言うのでしょう。おばは半岐違いのようになって、うちじゅうのものに当たり散らしていました。ああしていたら、会津屋は潰れる、と母も涙をこぼしていました。七月三日の昼過ぎになって、おじの姿が見いだされました。おじは、千駄ヶ谷に続いている草原の中に、 倒れて死んでいたのでございます。大きい切り石で脳天をぶち割られて、それを考えると今でもぞっとします。その知らせが来たので、いず屋の店の者や出入りの仕事しや、町内の月番のものや十人ほど連れ立って、おじの死骸を引き取りに行きました。それを聞いた時には、母は声を立てて泣き出しました。 私も泣きました。五。い,いえ、どうもお話が長くなりまして、定めしご退屈でございましょう。これから先のことは、自分が実地を見たわけではなく、後で聞かされたのでございますから、なるべくかいつまんで申し上げることにいたします。おじの頭を石でぶち割ったというのは、 その傷口ばかりでなく、血に染みた大きい切り石が、その近所に捨ててあったのを見て、すぐにそれと悟られたのだそうでございます。おじがなんでそんなところにうろついていたのか、またどうして殺されたのか、誰にも見当がつかなかったのでございますが、やはりその時代でも、探偵は相当に行き届いていたものと見えまして、検視に来た役人たちは、 そこらの草の中に小さいろうそくの燃えさしと、他に陰籠のようなものが落ちているのを見つけ出しました。それが手がかりになって、死後日の後に、おじを殺した罪人は、召し取られました。私はその品を見ませんので、詳しいことは申し上げられませんが、その陰籠のようなものというのは、本当の陰籠よりも少し細い形で、 どちらかといえば筒のようなものであったそうです。薪絵などがしてあって、なかなか贅沢なこしらえであったと申します。素人にはそれが何であるかちょっとわかりかねるのでございますが、役人たちはさすがに職業柄で、それは雲を入れるものであるということを知っていました。皆さんの中にはご存知の方もございましょうが、 江戸の文化文政頃には雲を噛み合わせることが流行ったそうでございます。品でもある地方ではキリギリスを噛み合わせることが大層流行ると言いますが、日本の雲も大方そんなことから来たのでしょう。誰が始めたのか知りませんが、一時はだいぶ流行りました。それが天保度の改革以来すっかりやんでしまいまして、 幕末になってぼつぼつと流行り出しました。つまり、シャモの毛合いなどと同じことで、一種の吐爆にそういありませんが、シャモは主に加藤の人間の行うことで、蜘蛛はまず上品の方になっていたのだそうでございます。従って、その蜘蛛を入れる筒には、贅沢な品もあったというわけです。会津屋のおじも、 いつの間にかこの道楽を始めていたのだということが、死んだ後になってわかりました。おじは一体が懲り性である上に、根が勝負ごとでありますから、だんだんに深入りをして、ほとんど夢中になってしまったのでございます。四つ屋編では新宿の貸し座敷の近所にある引き手茶屋や料理茶屋の奥かいを会場に決めて、毎日のように勝負を争っていましたが、 そういうところでは人の目について悪いというので、かの酔い達の座敷を借りることになりました。前にも申した通り、酔い達の娘のお春は、は大宮という七夜の亭主の世話になっていました。その大宮も、やはりこの勝負の仲間である関係から、酔い達の座敷を借りることにしたのだそうでございます。 お春というのも芸者上がりの爆ものですから、自分も男の仲間に入って一緒に勝負をしていたそうです。親父の酔いたつも半身不随のくせにやはり勝負をしていたのでございます。いつの世も同じことで、こんなことにふけっていれば結局ろくなことにはなりません。私にはよくわかりませんが、 蜘蛛というものは非常に残忍な動物で、動類愛噛むと申します。その性質を利用して勝負を争うのですから、語や将棋や鼻合わせとは違いまして、自分の上手下手というよりも、虫の強い弱いということが大切でございます。それですから、噛み合いに用いる蜘蛛は、なかなかその根が高かったと申します。 その中でも、袋雲が良いということになっていたそうでございます。ご承知の通り、袋雲は字の中に住んでいまして、袋の中にたくさんの子を入れているのでございます。勝負ごとですから、勝ったり負けたりするのでございましょうが、おじは近頃運が悪くて、しきりに負けが続きました。負ければ負けるほど熱くなるのが勝負ごとの習いで、 おじはいよいよ夢中になってうちの金をつかみ出しているうちに手元がだんだん苦しくなってきましたおばには内密で処方に借金ができましたまだその上にお春親子にも三四十両の借金ができましたお春の借りは勝負の上の借りですから表立ってどうこうというわけにはいかない性質のものですがその型をつけておかないと お春のうちえで入りがしにくいことになります。ことに七月の盆前にさしかかっているので、お春の方でも催促します。そこでおじは、一時逃れの気休めに、自分は石切横丁に一軒の家作を持っているから、もし盆前までに返金ができなかったならば、それをお前の方へ引き渡すと言って、念のためにお春を連れ出したのでございます。 るし紛れと言いながら、おじも随分ひどい人で、お春を私のうちの前へ連れてきて、これが俺の仮作だと教えたのだそうです。お春はそれで一旦得心したのですが、うちへ帰って親父に話すと、親父は酔い立つですからうかつにその手に乗りません。よその家を人に見せて、これが俺の仮作だなぞというのは、 昔からよくある手だから油断はできない。念のためにもう一度その家を訪ねて行って、確かに会津屋の仮作であるかないかを確かめて来いと言いましたので、お春もなるほどと思って、あくる日の昼過ぎにまた出直してくると、あいにくにあの夕立ちで。その後のことは死人に口なしでよくわかりませんが、 私の横丁へ入って大きい胃腸の下に雨宿りをしているうちに運悪く雷が落ちてきたらしいのです。前後の事情を考えるとどうしてもこう判断するより他はありません。酔いたつが効かない体をかごに乗せて会津屋へ怒鳴り込んできたのもそれがためです。お春のことはまずそれとしまして これからは、おじと娘二人の身の上でございますが、まったく勝負ごとにのぼせるというのは恐ろしいもので、おじはもう夢中になってしまって、親子の情愛も忘れたらしいのでございます。もちろん盆前に差し掛かって、処方の借金に責められるという苦しい事情もあったのでしょうが、おじはここでどうしても勝ちたい。 勝たなければならないと思ったらしいのです。それには前にも申すリり、どうしても強い虫を手に入れなければなりません。酔いたつのところへ勝負に来る仲間は何でも十人ほどありまして、その中で大木戸に住んでいる相模屋というタバコ屋の亭主の持っている虫は大層強いので、おじはしきりにそれを羨ましがって、 どうか一匹譲ってくれないかと頼みますと、相模屋の亭主、名は全米というのでございます。は、なかなか承知しませんで、これはみんな大事の虫だから、滅多に譲ることはできないと断りました。おじはもうおのぼせていますから、譲ってくれればどんな礼でもするという。それでも全米は、 容易に承知しないで散々じらしたあげくに、お前の娘をくれるならば譲ってやると言い出したのでございます。随分乱暴な話ですけれども、半旗違いのおじは、うん、よろしいと承知してしまいました。しかし他のことと違いますから、おばに打ち明けるわけにはまいりません。いえば、 不祥知は分かりきっています。不祥知どころか、どんな騒ぎになるか分かりません。そこでおじは、そっと自分のうちの近所へ忍んできて、姉娘が外へ出るのを待っていますと、おさだが糸を買いに出てきましたので、ちょいとそこまで一緒に来てくれと言って、連れて行きました。おさだも自分の親の言うことですから、何の気もつかずに一緒についていくと、 おじは娘を大きどの相模屋へ連れ込んで、いい加減に騙して二階へ押し上げてしまいました。こうなるとおさだももう十七八ですから、なんだかおかしく思って、早くうちへ帰りたいと言い出しますと、おじはここで一切の事情を打ち明けて、俺が勝負に勝ちさえすれば、きっとお前を連れ戻しに来るから、しばらくここに辛抱しろと言い聞かせましたが、 おさだは泣いて承知しません。承知しないのが当たり前でございます。おじは大層怒りまして、親のためには身を売るものさえある、これほど頼んでも効かないならば、ただは置かないと言って、もちろん脅し半分ではありましょうが、懐から小刀のようなものを出して、娘の目の前に突きつけたので、おさだも震え上がりました。 そこへ全米も上がってきまして、鳴き声が近所へ聞こえては悪いというので、おさだに猿靴輪をはませて、押し入れの中へ監禁してしまったのでございます。この全米というのは、おじと同じ年頃で、表向きは仇の飽きんどのように見せかけながら、半分はごろつきのような男であったそうですから、女をかどわかしたりすることには、 れれていたのかもしれません。それでまず一匹の大きい蜘蛛を譲ってもらいましておじはその晩すぐに勝負に出かけますと一度は勝ちましたが二度目に負けましたそれはお春が雷に打たれた晩で酔い立つのうちでは娘の帰りが遅いので心配を始めました旦那の大宮も案じていましたそんなわけで 勝負はいつもより早く終わったのですが、おじはやはりうちへは帰りませんで、どこかの貸し座敷へ行って酔い倒れてしまったのでございます。人間もこうなってはしようがありません。譲ってもらった雲が思いのほかに強くないので、おじは失望して相模屋へ掛け合いに行きますと、全米は相手になりません。もともと生き物の勝負であるから、 向こうがこっちよりも強い虫を持ってくれば叶なわない。私の持っている虫だとて、きっと勝つとは限らないという返事でございます。それでもおじはぐずぐず言うので、それでは私の虫を取ってくる場所を教えてやるから、お前が行って勝手に取るがいい。しかしその場所は秘密であるから、めったに教えられないと、全米がまたじらしました。 ここらでもう大抵は目が覚めそうなものですが、あくまでものぼせきっているおじは、またうかうかとそれに乗せられて、もうお話をするのも嫌になります。おじは自分の娘を品物かなんぞのように心得て、その秘密の場所を教えてくれるならば、妹娘を渡すと約束してしまったのでございます。 そうして姉を連れ出したと同じような手段で妹のおよしを誘い出しました。しかし今度はおよしが近所の湯屋へ行く途中に待っていて、姉さんは補定屋に奉公しているふーちゃん、私の兄でございます。と一緒に大木戸の相模屋に隠れているから、私はこれから捕まえに行く。それでも相手は二人だから、 逃がすと困る。私が風ちゃんを抑えるから、お前は姉さんを捕まえてくれと言って、うまくおよしを連れ出したのだそうでございます。これは歳の若いおよしの嫉妬心を煽って、安やす,やすと連れて行く手段であったものと想像されます。およしが全米のうちへ連れ込まれた時には、おさだはもうそこの二階にはいなかったのでございます。 こうして二人の娘を自分の方へ取り上げてしまった全米は、おじを案内してうちを出ました。全米は明日にしろと言ったのですが、おじはどうしても承知しない。暗い時ではいけないから昼間にしろと言っても、おじは聞かない。そこでろうそくを用意して一緒に行くことになった。と、全米自身はこういうのですが、 かんともかくも暗い夜道を千駄ヶ谷の方角へたどっていきまして広い草原の中を探し歩いてここらの土の中には強い袋雲がたくさんにすんでいると教えたので叔父は小さいろうそくの光を頼りにそこらを照らしてみると禅兵衛は足元に転がっていた大きい霧石を拾って 後に全米の申し立てによると、初めからおじを殺そうとして連れ出したのではなく、ふと足元に大きい石のあるのを見て、にわかにそんな了見を起こしたのだということでしたが、実際はどうでございましょうか。いずれにしても、ここの雲を取っていったところできっと勝つかどうだかわからない。それをまたかれこれとうるさく言ってきて、 娘を返せの何のと騒ぎ立てられてはいよいよ面倒であるから、いっそ人知れずに殺してしまえという気になったにそういありません。その時にろうそくは落ちて消えてしまったので、おじの陰謀の落ちたことを全米は知らなかったのでございます。この陰謀がなかったらば、役人たちも雲のことには気がつかず、戦議も少しくひまどれたことと察知られますが、 雲にかかり合いがあると目をつけて、四谷新宿編でその勝負をするものを探り出したので、案外に早く拉致が開いたわけでございます。それにしても、どうして全米の仕業ということが分かったかと言いますと、かの酔いたつが合図屋へ押しかけていったことが、岡っ引きの耳に入りまして、酔いたつお詮議の結果、 おじが全米の雲を譲ってもらったということがわかりまして、それから全米を呼び出して調べると、最初は白を切っていましたが、矢探しをすると、二階の押し入れにはおよしが監禁されている。それやこれやでさすがに包みをせず、とうとう白状に及んだということでございます。姉のおさだは、三つ五郎という山下善。 やはり犯人で、主に地方の貸し座敷へ商儀を売り込む終戦をするのだとか申します。の手へ渡して、近いうちに八王子の方へやるつもりであったそうで、もう少しのところで危ないことでございました。これで、このお話もまずおしまいでございます。まだわからないことがあるとおっしゃるのでございますか あ、はあ、なるほど。お稽古の帰り道で、おさだが私に、およっちゃんと仲良くしてちょうだいと言ったこと。あれは後におさだに聞きますと、別に何でもないことでした。その日、裁縫のお師匠さんのところで、私が間違っておよしのはさみを使ったというので、一言二言言い合いました。元より根も葉もないことで、そのままに住んでしまったのですが、 おさだは年上でもあり、普段からおとなしいたちの娘ですから、自分の妹と私とが少しばかり角目だったのを気にかけて、帰るときにわざわざそんなことを言ったのだそうです。私は年がゆかず、この通りのぼんやり者ですから、ハサミの一件なんぞはとうに忘れてしまって、おさだがなぜそんなことを言ったのかと、ただ不思議に思っていたのでございます。 物の,の間違いは、こんなつまらないことから起こるのでございましょう。およしが私の兄のことについて、自分の姉を疑っていたのは、どういうわけかよくわかりませんが、それはおよしの生まれつきで、嫉妬深いたちの女であったらしいのです。その証拠には、後に兄と結婚しましてからも、とかくに嫉妬深いので、 兄も随分もあ余していたようでございました。おだは婿をもらいましたが、産後の日立ちが悪くて早死にをいたしました。兄の夫婦ももうこの世にはおりません。生き残っているものは私だけでございますが、その当時の悲しい恐ろしい思い出が、今も頭にありありと刻まれていますので、 せがれや孫たちにもやかましく申し聞かせまして、他の道楽はともあれ、勝負事だけは決してさせないことにいたしております。余談でございますが、この雲についてはまだお話があります。かのお春の旦那で、大宮という七夜の亭主も、やはり気違いのようになりました。それはある日のこと。 雲を入れておく陰謀筒の蓋が緩んでいたのでしょう。雲が畳の上に這い出していたのを、女中の一人がうっかり踏みつけて殺してしまったのでございます。さあ大変。亭主は劣化のように怒りまして、その女中を厳しく叱った上に、ぶったり蹴ったりしたとかいうので、女中は悔しいと思ったのか、申し訳がないと思ったのか、 裏の井戸へ身を投げて死にました。そうなると亭主もさすがに後悔したのでしょう。その後はなんだか気が変になりまして、夜も昼もその女中の姿が自分の目の前に現れるとか言って狂い出して、しまいには自分も同じ井戸へ身を投げたという噂を聞きました。会津屋といい、全米といい、 おはるといいおおみんなそれぞれの変死を遂げたのはきっと雲のたたりにそういないと世間ではそのころもっぱら言い,いふらしたそうでございます。雲のたたりだかどうだかわかりませんがともかくもみんなが雲の夢を見ていたのは事実でございましょう。まったく。 恐ろしい夢でございました。